ジョニー・ローガンはアメリカ合衆国インディアナ州リッチモンドのバスケットボール選手、バスケットボール指導者、インディアナ大学を卒業後セントルイス・ボンバーズに加入した。1946から1947シーズンはチームトップの12.6得点を挙げてオールバーセカンドチームに選ばれた。1947から1948 シーズンもチームトップの13.4得点を挙げて、2年連続でオールバーセカンドチームに選ばれた。この年チームは、レッドロッカ、ベラス、スモーリー、ボブドールによる4人が、平均2桁得点を挙げるバランスの取れたオフェンスで29勝20敗の成績を残し、イースタンディビジョン優勝を果たした。プレイオフ初戦で、フィラデルフィア・ウォリアーズに3勝4敗で敗れた。 1948から1949シーズンもオールバーセカンドチームに選ばれた。ボンバーズが解散したため、1950年4月25日のドラフトでトライシティブラックホークスから指名されて加入した。ブラックホークスでは1950から1951シーズンの1シーズンプレーした。1950年に3試合で選手権任監督を暫定で務めた。 1951年7月7日、フリーエージェントとなった。1951年までの現役生活で、3196得点、1125本のフィールドボールを成功、783アシスト、946回のフリースローを成功させた。1977年9月16日、56歳で亡くなった。ありがとうございます。